Hi everyone! 早見優です。スカーレット・ヨハンセンとモーガン・フリーメンが出演している話題の映画を見る前に、私からのワンポイントレッスン。主人公の名前、ルーシーをパーフェクトに発音できるようになってみましょう。このルーシーには日本人が最も苦手としている L と C の発音が含まれているんですね。そこにポイントを置いて練習してみましょう。Are you ready? まずはこの L、ルの発音ですけれども、ルではなくもう少し潤いを持った感じで言ってみましょう。ルー。そして C ですけれども、C は下の先端を下の歯の後ろに当てて C ではなくてもう少しこう C。ルーシーでこういう風に発音してみましょう。それでは早速実践編です。予告編の最後にタイトルが出てくるのでうまくいってみてね。それでは Let's start! Most human beings only use 10% of the brain's capacity. What happens when she reaches 100%? Since when did you start writing Chinese? Since an hour ago.It's like all things that make me human are fading away. 彼女の名はルーシー。上手にできたかな？私の曲「夏色のナンシー」の発音も応用編としてチャレンジしてみてね。早見優でした。